ポーツマスは、アメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の24番艦。その名を持つ艦としては3隻目。ポーツマスは1943年6月28日に、バージニア州ポーツマスのニューポートニューズ造船所で寄港し、1944年9月20日に、マリアン・エムレール夫人を呼び、サラビーリー夫人によって浸水。 1945年6月25日に、ヒーバー・ビーブ・ランボー艦長の指揮下収益する。キューバでの成長後、ポーツマスは、ノーフォークを拠点として1946年の春まで運用開発部隊に所属し行動した。5月に、アフリカへの親善巡航に出航し、ケープタウン、ラゴス、フリータウン、モンドビア、カサブランカを訪問、その後地中海へ向かいナポリ。 パレルモを訪問後、キロに着く。11月25日に、再び地中海に向かい12月7日に、ナポリに到着。その後トリエステに向かい、1947年2月まで政治的に混乱したアドリア海を巡航した。翌3月は2週間をトリエステで過ごし、4月に帰国する。11月に入ると、地中海東部で活動し、 その後1948年3月11日にオーバーホールのためボストンに入港する。オーバーホールが完了すると東海岸での訓練を再開し、カリブ海で予備役兵の訓練も行った。1949年3月9日にフィラデルフィア海軍造船所入りし、不活性化オーバーホールを開始する。百四十九年六月十五日に退役し、 大西洋予備役艦隊で保管される。その後1971年1月15日に除籍され、1974年にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。